でも昨日今日でお話し会してました。来てくれた皆さんありがとうございました。お話し会なんかやっぱ7月8月って毎年いっぱいあるよね。握手会の時もそうだったけど、こう2日連続とかさ毎週あるっていうとなんか夏って感じする。次は再来週ですね、お話ししましょう。それとあれだよね、今日からショールームイベントが始まったよね。そうなんか白熱の戦いになりそうな感じですよね。私は参加しないことにしました。なんかそうこの話はまだしなかったのでするんですけど、ショールームイベント6月に参加してミニ出演権のイベントがあったんですけど、それで皆さんが私を1位にしてくださって、でその時にもうショールームイベントはこれで最後にしようかなと思ってたんですよ。やっぱりなんかすごく皆さんに力を借りてしまうので、時間も金銭的にもね、だから最後にしようかなって思ってたんですよ。そしたらこの前このカップリング曲歌う選抜メンバーを決めます、でミュージックビデオも作ります、ショールームでの番組もありますみたいな、ショールームイベントが始まるっていうのが発表されて、おいマジかよってなったんですよ。聞いてないよって、こんなすごいカップリング歌うメンバー決めちゃうのっていうね、びっくりして、だって長年なかったじゃないですか。でおいおいおいって、でも私はこれで最後ってこの前思っちゃったんだよなって、いやでも最後だとしても最後じゃないとしても、いややめようって思って諦めちゃったんですけど、そうなので今回は立候補しなかったんですけど、そしたらめちゃめちゃたくさんのメンバーさんが立候補していて、それに立候補してないとこいつやる気ないのかって思われるかもしれないんですけど、そうじゃない、そうじゃないってことを分かってください。もちろんカップリング歌いたいですよ。だって自分の声が入ったさ曲ねえ欲しいじゃん。しかも MV 映りたいじゃん。そのチャンスをさショールームでねやりますってなったら挑戦してみたいけど、でも今回はやめたんですけど、でもやる気がないわけじゃないぞっていうのは分かってくださいということで、なのでみんながね今ショールームイベントでそのカップリングメンバーをあれだってすごい大変だと思うんですけど、皆さんも応援してるメンバーとかいるかもしれないんですけど、ちょっと私もこの期間いっぱい配信しようと思います。全然参加者じゃないですけど、なるべくたくさん配信、いつもよりはたくさん配信して、なんか私もやる気はあるぞっていうのをちょっとでも見せて、皆さんが目移りしないように予防をしたいと思います。はいはい、そんな感じでございます。まあでも、まあ、いつも通りって感じで、はい。でこの1週間私は嬉しいことがありました。はい、ですね、私はリップ難民でして、で、ま、薬用リップがないと無理なの。1日に20回ぐらいは、いやもっとかな、3、40回ぐらい塗ってるんじゃないかな。本当にリップがないと本当なんかそわそわしちゃう、塗りたい塗りたい、もう無理我慢できないってなっちゃうんですよ。なので本当薬用リップ欠かせないんですけど、だからあんまり強いリップだと、リップっていうか口紅だとすぐ乾燥しちゃうから向いてないの。ピントもあんまり向いてなくて、
だからいろんな発色がいいやつとかつけても荒れちゃって、なんか口角炎になっちゃったり舌が荒れちゃったりとか、もう口全体のトラブルになってしまうんですよ。そうだから、そうなので、あの本当に自分の色付きリップ、この口紅をすごい難民だったのずっと。でしかもすごい人よりも色が落ちやすいんですよ。なんだろうね、なんか舐めちゃうのかな、わかんないけど本当に人より落ちやすいの。なんかコメント止まっちゃった、独り言大丈夫？すごい、みんなの星集めルームって言われてる。いいよ、星集めに使ってください。でまあいいか、困ってたので、そこその時になんかバズってるリップがあって、ケイトのリップモンスターで、ドラッグストアで買えるプチプラのコスメなのに本当に落ちないし乾燥しないってすごいバズってて、でいろんなところでね、いろんなドラッグストアとか行ったりして、あの何探したの、ケイトが売ってる場所で行っていつも見てたけど、どこ行っても品切れだったんですけど、なんとゲットできました。見つけたの、売ってる場所だけど、あの1人1回のお買い物で1個までなんですよ。やっぱ超人気商品でめっちゃバズってるから。なのでまず最初にオレンジ系を買って、次の日また行ったらまだあったから、次にピンク系を買って、今はピンク系をつけてます。今日は お話し会の時はオレンジ系つけてた。そうマジでいい、本当に落ちない。びっくりしたのが、これを初めて買った日に塗って、わーって思って、でそっからね、あのご飯を食べたの、スープストックで。スープストックだよ、スープだよ、スプーンでさ、うんってやるんだよ。で食べ終わって鏡見たら落ちてないんです。やばくない？なんかさ、まあ、落ちませんとかティントですとか言われてもさ、まあ、結局落ちちゃうんだよね。でも落ちないの、びっくりっていう嬉しいことがありました。本当に自己満、自己満の嬉しい話でした。そうそう、大事に使おう。さ、私の顔的になんかリップ唇の色があるかないかで顔のなんか出来が変わるからさ、 そう、それこそミニの撮影の時もしっかりメイクしてもらったんだけど、メイクさんがなんかマリアちゃんってリップだけで変わりそうだねって言って、最後じゃあリップ塗ってこれで多分すごい変わるよって言って、リップ塗ったら本当に変わって、すごいリップ、私本当リップに生かされてるんだなって思いましたっていう話でした。そんな感じかな。それで私は毎日ほぼ毎日お稽古もしてます。で22日からコントの舞台というか、なんかコントの何本番があるので、それのお稽古してるんですけど、すごい楽しく毎日やってます。来る方たち楽しみにしててください。じゃあ今週の企画に行きたいと思います。じゃーん、キネマリア、イエーイ。はい、これはですね、まあ、映画とかが好きな私が皆さんに映画を紹介したいよっていうあれです。はい、で、まあ、最近はあんまりちゃんと映画見てないんですけど、私が紹介したい映画を普通に紹介しようと思います。大好きな映画がいっぱいあるので。で今日紹介したいのがこちら、こちらです。口づけという映画なんですけれども、知ってますか？邦画でございます。ちょっと一回ぐるってするね。なんかね、ずっと左上にね、
なんか00000だけが表示されてる。そして皆さんからのなんかコメントとかも止まりがち。ちょっと不調ですね。ショールームが混んでるからかな。はい、じゃあまあ戻って、この口づけっていうね映画がすごいいいので、それを紹介しようと思います。今日は知ってますか、口づけ。私が初めて見たのは何年か前なんですけど、あ、すごい、リップの話から口づけの紹介に行くっていうめっちゃいい流れじゃない。なんか この口づけっていう映画は、なんか映画ってさ、泣ける映画めっちゃ多いじゃないですか。その泣ける回でもかなり上位の泣けるだと思うんですけど、私の中ではかなり上位です。本当トップ3ぐらいになるぐらいまで、なんか本当にシクシクとかじゃないの、うーってもうおえに近いぐらいじゃない、もううわって泣いちゃうぐらい泣きました。でこれはもともと舞台なんだよね。舞台の作品でそれを映画化したんですよ。だから映画も、映画の演出も本当舞台みたいなの、なんかほぼワンシチュエーションみたいな、一つのお家の中で世界なんていうの、その舞台上が、舞台上っていうか映画の中の舞台になってる場所がほぼお家ですね。で舞台ってさ、こう人が出てきてはけてみたいな、で次この人が出てきたらこの音楽がかかってはけて、この人が出てきた時はこの音楽みたいな、あるあるじゃないですか舞台の。本当そういうところもちゃんと残ってて、すごい舞台っぽいなって思ったら、そのこの監督の方がこの舞台が好きで、その舞台のまま映像にしたいっていうなんか気持ちがあったらしい。すごいネット情報、めっちゃネット情報ですけど、あ、なんかずれてるの？すごい一人で喋ってるけど大丈夫そう？まあいいか、ラジオ配信だしね。そうで、そういうあれで、まあ、内容はどういう内容かと言いますと、夫婦じゃない親子がいて、お父さんと娘で、お父さんが漫画家なので、娘が、障害を持ってる娘で、ずっと二人で暮らしてきたんだけど、まあ、漫画を描くためにその娘を施設に入れるってなって、で入れまして、でそこではその仲間がいっぱいいて、 そこで恋をしたの、その娘が結婚するってなりまして、そうで、その時お父さんはどういう決断をするかって、でお父さん、あ、待って、こういうのってどこまで言っていいの、こういうの、こういうあらすじってさ、どこまで言ったらいいか分かんないよね。これくらいの方がいいよね。もっと、こんな話じゃないんですけど、もっと深くてすごい話なんですけど、で結構重い話なんですよ内容的には。でもすごく可愛く描かれてて、そう、私そういうの好きなんですよね。可愛く優しく描かれてる、ずっしりした作品が結構好きかも。でもう結構予想外の展開にってなったし、でもそれも理解できないわけじゃない、予想外だけど理解できないわけじゃないんですよね。でもなんか本当に愛でしかない作品が、最初から最後までずっと、もうやばいよ、見てください。 Hulu で見れます、 U-NEXT で見れます。もうやばいんですよね。でその劇中歌っていうの、劇中歌でグッバイマイラブ、
を歌うんですよ。でもともとその歌知っててすごい好きだったけど余計に好きになって、もうやばいです。あ、アマプラでも見れるって。でも次の日休みとかの日がいいかもね、泣きちゃうから。映画のタイトルは重要ポイント？重要だよね。重要ですね。なんてやつ？見る見る。口づけです。口づけという映画の話をしております。もう最高です。本当全部。だから舞台再演してほしい。見に行きたい。何度もやってる舞台の作品らしいんですけど、舞台は見たことなくて、見たい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 、生で見たい。あの、私この前感激者っていう舞台で、これ舞台の DVD を見て絶対に生で見たいって熱く思う女の子を演じたんですけど、今それになっちゃってる。口づけ再演してくださいっていうね。はい、もうでも本当にすごい好きな作品です。本当にね、めっちゃ重いよ。内容は重いしズーンとくるけど、でも可愛くポップに優しく描かれてます。もう全部が最高です。はい、でその娘の結婚相手ウーヤンは、ウーヤンって方がその舞台版の時の演出の方なんですよ。演出兼出演みたいなっていう方で、で今度なおちゃんがその方のタクフェスっていう舞台に出るんですよ。見に行きたい、すげえと思って。っていうどんどん話が広がってっちゃうんですけど、はい、じゃあ今日私が紹介したのは口づけでした。見てください。歌もいいよね。でグッバイマイラブってさ、名曲じゃないですか。で私11月に特攻隊の話の舞台に出てたんですけど、その時自分の役のテーマソングみたいな勝手にグッバイマイラブにしてました。勝手にね、自分でも結構決めがち、そういう自分がやる役のテーマソングみたいなぴったりな曲があったらこの曲って決めて、なんか開演前とかに聴いたりしたりしたりします。ということで、じゃあ本日のキネマリアで紹介したのは口づけでした。ぜひ調べてみてください。はい、なんかショールームの調子が本当に良くなさそうですね。なんかアバターが誰もいない。みんなは平気？みんなが平気ならいいんだけど、アバターが誰もいないよ。コメントもね、まあでも重いんだろうね。重いのかな。みんなが見れてればいいや。はい、じゃあ続いてお便りのコーナーに行きたいと思います。ですね、今週のお便りは人生最大の危機っていう風に募集しました。そしたらめっちゃ来た。なんか回を追うごとにお便りがいっぱい届くようになった気がする。それはなんで？嬉しいんですけど、それは私のオールナイトできません好きだよって人が増えたってこと？それとも見てて自分も送ってみようって思う人が増えたってこと？めっちゃ嬉しいんだけど、それとも人生最大の危機がみんないっぱいあるってこと？さっきお風呂入りながらこれ読もうこれ読もうっていうのを決めましたので、じゃあ紹介していきたいと思います。
本当にあった。しかもみんなめっちゃ人生最大の危機あるんだなって思った。でなんかおもろいのから本当の危機までいろいろあって、ちょっと本当の危機なんかちょっとね悩みますよね。これは読んでいいのかやめとこうかなみたいな悩むんですけど、じゃあね、じゃあまず可愛い優しい、いっぱいあった本当に。軽めのからいきますか。いや軽くないんだよね全部、人生最大の危機なんだもん。でも多かったのはあのですね、お財布なくしたとか、物盗まれたとか、鍵なくした、お財布忘れた、海外での盗まれたとかが多いです。でそういうのもあるんですけど、じゃあこちら、ペンネームそんなことってあるさんからいただいて、あ、そんなことってあるってさ、あれどっちの責任の歌のやつなんて歌だっけ、ど忘れしちゃった、なんだっけなんだっけ、てて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 、雪じゃダメ、アクシデント中、すごいこういう時めっちゃコメント早い、アクシデント中の曲でさ、私が言ってたよね、そんなことってあるっていうセリフ、まいいやからいただきました。マリアちゃんこんばんは、毎週この時間を楽しみに仕事しています、嬉しい、ありがとうございます。さて私の人生最大の危機ですが、小学生の時に訪れました。私は子供の頃からやんちゃで、男の子とよくサバイバルごっことかして遊んでました。ある日の夜、何を思ったのか私はおもむろに針金をコンセントに差し込みました。パンと音がして電気が落ち、母がブレーカーを上げ電気がつくと、両手を見つめて呆然としている私がいて、母が駆け寄り、あんた何やってんのと言うと、私はやっと自分の状態に気づき手の痛みに号泣しました。針金を掴んでいた全指が火傷していました。その後は覚えてません。いろいろ理解できる年になって、あの時本当に火傷で済んでよかったなと心の底から思いました。子供って本当に何しでかすか分かりませんね、わらわらじゃないよ。もうよかったよ、無事でよかった。でもね、子供って本当そうだよね、分かんないもんね、何が良くて何がダメって。子供のレベルによって、子供どれくらい子供かによって。いやよかったよ、今こうやって文字を打ててて本当によかったね。もうこれは本当人生最大の危機だね。怖いよ、コンセント。も不思議ですよね、コンセントのあの2つの穴の奥には電気が走ってるって、めっちゃ不思議。もう電気系ってよくわかんないよね、なんかさ授業でよくやったけどさ、わかんない、とりあえず危なそう、コンセント刺すこともちょっと怖くなってくるね。でも私も子供の頃その電気系はやったことないと思うけど、食べちゃいけないものを食べて救急車で運ばれたことがあるらしいです。もうね、食べちゃ、いや食べないでしょこれっていうものを食べちゃったらしい。やばいよね、ちょっと言わないですけど、それはやばくない？で救急車で運ばれて、まあ生きてるんですけど、もし自分が親だったらゾッとするよね。その感電もそうだしさ、その食べちゃいけないもん食べちゃったとかさ、もし自分が親だったらさ、もう無理、親が人生最大の危機になっちゃうぐらい、親こそ危機だよね。もう怖いよ、怖いね。昨日初めての使いやってたけどさ、怖いよね親も。まあカメラ偽物なんかさ、通行人装ったカメラマンの方がいるからさ、まだ安心かもだけどね、初めてリアルにお使い行く時とかめっちゃ怖いな子供って思った。続いて
ペンネームリオンさんからいただきました。マリアちゃんこんばんは。こんばんは。私の最大の危機は5年以上前に海外に旅行した時、借りていたレンタカーが車上荒らしにあって、たまたま持ち運んでいた携帯やパスポートやお財布は無事だったけど、スーツケースもリュックも盗まれて大変でした。本当に絶望しました。なのでヨーロッパ行く時は身の回りのものしっかり持って気をつけてください。なんかこういうの多くて、じゃあ今から海外攻めしますね。ペンネームみつさんからいただきました。マリタンこんばんは。今日はお話会ありがとう。そしてお疲れ様でした。ありがとうございました。さて今週のテーマ、人生最大の危機ですが、いくつかあるんですけど、本当に危機のやつはちょっとこの場では発表できません。その中でもソフトめなやつを話しますね。すごい、めっちゃさ、トークの引き出しある。大学生の頃お付き合いしていた彼女が留学していて、なおかつちょうどその頃自分が英会話を習っていたので、一石二鳥って感じで初めての海外旅行を一人で来ました。すごい、初めてが一人ってすごい。アメリカの各地を旅する中で、彼女の住むミズーリ州という田舎町に来ました。これまで訪れたニューヨークとかの観光地とは違い、都会的なところもあれば誰も人がいないようなところもあるので、そんある感じで、そんな中人通りがいないところを歩いていたところ、絵に描いたような怪しい男が近寄ってきて、何か話しかけると同時にナイフを向けられ、金を要求されました。めっちゃビビってましたが、よく走馬灯を見るっていうのと同じですが、そんな感じでめっちゃスローで向けられる感じで、なぜか冷静にお金を渡してすぐ逃げました。事前にポケットに強盗用のお金を用意していたから、本当に冷静だったのが今でも鮮明に覚えてますし、もし冷静じゃなかったと考えるとちょっと怖かったなと思いました。彼女の思い出よりもだいぶインパクトのある懐かしい思い出です。すごい、用意してたんだ、その時用の。マジかよ。でマジかよって思ったの、これを見た時。次いきますよ。ペンネーム戦場カメラマン、戦場は洗う戦場です。昔ロシア旅行中に夜ホテルからコンビニ行くときに近道しようと思って暗い裏道を通ったら、背中に冷たいものを無言で突きつけられました。結局ポケットを探られて持っていた小銭を取られただけで済みました。コンビニ行くだけだったので大してお金を持ってなくて幸いでした。あの時マジでここで俺の人生終わるのかと思いました。今まで生きていた40年間であれほど怖い思いをしたことないです。ねえねえ、なんでみんな、なんでなんでなんで、あるあるなのこれ、怖いんだけど。びっくりしたよ、2つも同じようなのがあったから。マジかよ。私もさ、お仕事とかでさ、いやプライベートでもさ、旅行、家族旅行とか海外とか行った時さ、結構一人行動しちゃうの。やめようって思った今。まあでも明るい道しか歩かないけど、一人じゃ。いやでもマジかよ、結構衝撃。みんなこれをさ、これがソフトってこと？ソフトじゃないよ、びっくり。みんなそんな怖い思いしてるんだね。本当に人生最大の危機だね。なんかびっくりした、すごすぎて。まあもちろんそうだよ、国と場所による、もちろん分かってますけれども、まあ分かってますよ、分かってますし、みんながみんな悪いやつじゃないんですけれども、分かってますけどね、気をつけるに越したことはないんですね。でもみんながこんな怖い思いしてるなんて思ってなかった、すごいね。抱きしめてあげたいみんな。じゃ続いて、なんかね、あ、じゃあこちら、これにしよう、これならいいかな。ラジオネーム群馬大好きマリア大好きさんからいただきました。こんばんは。今日も蒸し暑かったですが、マリアちゃんは熱中症等対策
熱中症と体調はどうですか？崩れてませんか？崩れてません。さてさて、高校時代の話を聞いてください。タイトル、先生に見つかっちゃった。タイトルまで用意してくれてありがとうございます。今はギャンブル等一切しませんが、高校時代部活動をサボって友人とパチンコ屋へ行った時のことでした。すごいね、ロックだね。調子よくパチンコを打っていると、すぐ近くの席に、なんと学年主任の厳しい先生がいるではないですか。僕と友人はまだまだやりたかったんですが、先生に見つからないようにこっそり退室。次の日ドキドキして登校しました。その日の昼休み、昨日パチンコにいた学年主任の先生から呼び出しが、あー一巻の終わりだ、文化祭や体育祭間近なのに。僕と友人は停学覚悟で職員室へ向かいました。その場で学年主任に言われた言葉に唖然としました。先生は僕たちにこう言いました。教師にも息抜きの時間が必要なんだよ、分かってくれるよね。僕がパチンコ屋にいたことは保護者に内緒にしてほしい。人生最大の危機から脱出した瞬間でした。あの先生元気にしてるかな、会ってあの時の話をしてみたいです。何このよくできた話、すごい100点のトークじゃないこれ。もうすごい、もう鍵括弧まで使ってくれちゃって100点、小説を読んでるかのようでした。100点すぎる。何ショートコント、何これ、すごいすごいね。高校時代部活をサボってパチンコに、すごいね。パチンコってよく分かってないんですけど、何で学年主任がいるってのもめちゃおもろい。学年主任っているよね、久々に聞いたけど。何このよくできた話、もう踊るヒット賞おめでとうございます。すごいね。でもこれはさ、その時の友達と今でも盛り上がりそう、この時のお話で。おもろすぎる、すごいいいな。みんなさ、トークの引き出し多すぎ、めっちゃすごいわ。勝ったかどうか気になる。そこは気になんないでしょすごいね、みんなすごい。じゃあ続いて、ペンネーム肉あんみつさんからいただきました。マリアちゃんこんばん、あ違う間違えた、あれどっか行っちゃった。ですね、小学2年生の時、アサリを殻から剥いて食べようとしたら肩が脱臼しました。アサリに手を伸ばした私が急に号泣したので救急車で運ばれました。まさかアサリに手を伸ばして脱臼するとは思ってなく、急に右腕が動かなくなったのでこの世の終わりだと思いました。アサリで脱臼する人って人生初じゃない、人類初じゃない、絶対。どういうこと、アサリを殻から剥いて食べようとしたら、アサリのお味噌汁とかをこう取って食べようとしたら肩脱臼したってこと。何それ、ハテナなんだけど。すごいね、アサリは何も悪くないのに。アサリもなんかびっくりだろうね、絶対。救急車で運ばれたんだ。でもそうだよね、小学生のさ息子がさお味噌汁食べてる時に急に泣き出したらさ、何ってなるよね。脱臼ってどれくらい痛いんだろう。私そういう怪我したことないんですけど、多分なんか部活で月指とか指の骨折とか、足だったら、まあ、捻挫、そういう定番の怪我しかしたことない。だって蜂に刺されたこともないんですよ私。
でもなんか腰が本当に痛くて途中部活とかできなくなった時はあった。なんだっけ、なんとか忘れちゃった、なんだっけ、剥離なんとかなんとかってやつになったけど忘れちゃった。でも本当にそういうなんかあんまり怪我とかしたことないんだよね。だから私蜂に刺されたことがないから蜂への恐怖が多分人より強い。どんなもんなのか分かんないから蜂に刺されるって。怖いんだよね。だからでもさ、キャーって言うとさ、あ、暴れると刺されるよって言われるじゃん。でもじっとしてらんないよ、蜂がこうやっていたら怖すぎて。あ、思い出した、分離症、あ、違うか、全然思い出せない。あんなに毎日毎日病院みたいなとこ通ってたのに、腰すごい思い出せない。違う話したいんだけど、ずっと腰のことが。めっちゃ通ってたわ、なんか接骨院とか大きい病院とか、あと中学生ながらこのコルセットとかしてた。あれって意味あったのかな。すごいめっちゃ話がそれてしまった。じゃあ続いて、ペンネームキューティクルまつげさんからいただきました。子供の頃流れるプールで弟と追いかけっこ、見つからないように潜水しながら逃げてたけど、そろそろ息が限界、もう無理だと思って浮上しようとしたら頭上に人が乗った巨大ボートがあって上がれない。パニックになった僕は一生懸命泳いでその場から離れようとした。しかしここは流れるプール、ボートも一緒に流れてて、いつまで経っても僕と並走状態。苦しくて水も大量に飲んでしまい、あの時は本当に終わったかと思いました。怖い。確かに冷静になればどうしたらいいか分かるけど、パニックになったらさ、もう考えてらんないよね。流れるプールとか懐かしい、懐かしい。流れるプール楽しい、あんなに楽しいのなんでなんだろう。なんであんな楽しいんだろう、流れるプールって。浮き輪浮いてるだけでこう流れるしね、なんであんな楽しいんだろう。流れるプールってさ、端からさボーって出てるところあるじゃないですか、そこ行くとフューンって行くの楽しいですよね。でも私も家族で旅行行ってプール入ってる時に、なんかプールってさ浅い浅い浅い、はい、急に深くなりますってところあったりするじゃないですか。多分そこに騙されちゃって溺れかけたので、私スイミングスクールに通ってた頃だったんだけど、まだ通いたてで多分本当に泳ぎとか習得してないぐらいだったんだけど、なんとそこで平泳ぎを習得したの。この浅い浅い深いになった時、深いとこで一回溺れたらしい、溺れかけたんだけど、そっから平泳ぎしてたらしい。私すごくない？全然記憶ないけど、なんかあの溺れたと思いきや平泳ぎを習得したっていうなんかね事件があったらしいよ。でもさ、プールとかいつ行ったかな最後。行ってない。なんか水着とかやっぱ可愛いから欲しいって思うけど、プール行かないしなって思って買わないでいる。子供は本能で平泳ぎするらしい。本能って？すごい。お腹の中で平泳ぎしてるの？どういうこと？本能って何？すごいね。そうっていうね、私はプール、私のプールでの危機でした。懐かしい。スイミングスクールとかバタフライのさ試験絶対落ちるわと思ったら一発で合格したりとかした自慢。あと小学校のプールの授業の時、誰が一番泳いでられるかみたいなやつで結構いっぱい泳いでた、平泳ぎでっていうね思い出。懐かしい。プール流れるプールいいな。はい、ということでもうねめっちゃ
いっぱい人生の危機がね送られてきたんですけど、全然一部しか読めませんでした。でもすごい、もうみんなエピソードトークありすぎ、私もなんかエピソードトーク貯めます。すごいわ、尊敬する。たくさんお便りありがとうございました。じゃあね、もうあと5分ってことでランキング読みます。これさ、私未だにアバターがさいないんだけどさ、一応ランキングの順位は見れるんだけど、それで合ってんだよね。じゃあ20位、まさや、トリヒラありがとうございます。19位、タカトラありがとうございます。18位、ヒラヒラシンガーヒカルやっと、そう、わかんない、読めない、ありがとうございます、ひらひらさん。17位、清水お話し会大きにありがとうございます、大きにでした。16位、ジェリーありがとうございます。15位、タッチゴール群マニアありがとうございます。14位、平群マニアありがとうございます。13位、ファワジーありがとうございます。12位インテリヤクザ、今ももぎひじ推しですいません、もぎひじありがとうございます。11位、幼いクリーニング群マニア、今日もすっぴんメッカーだね、もうすっぴんです、めちゃめちゃ、ちょっとニキビがあります、イエーイありがとうございます。10位、森のパンダ群マニアありがとうございます。9位、同胞葵ありがとうございます。8位、ミヤコブルー群マニア研究生ありがとうございます。もう研究生昇格してください、ありがとうございます。7位、フットお話し会2日間ありがとう、こちらこそありがとうございました、楽しかった。6位、台湾よららし清水今日も可愛いね好き、おやすみありがとう、おやすみ。5位、ジンガヤ群マニアありがとうございます、ジンガヤ。4位、ケンケン俺はマリアに出会えて今生きられてます、感謝。そんな、こちらこそありがとうございます、ありがとう。3位、カズミン群マニアありがとう、カズミン。2位、チャー今あえてマリアへ星投げしている真の群マリアありがとう、お星いただきました、ありがとうございます、すいません。1位、リョウ幕張の群マリアお話し会楽しかったよ、ありがとうございます、私も楽しかったです、ありがとう、ありがとうございます。星たまりましたか皆さん、あでも今貯めてもかな、星は応援したいメンバーに投げてもよし、私に投げてもよし、すいません、こんなイベント中に配信させていただきます、私も。はい、ということで、あ、もうあと1分で終わる、おやすみ。お話し会楽しかったです、ありがとうございました。また再来週もお話しましょう、あ、終わり、バイバーイ、おやすみ、バイバイ。みんなとコラボ配信とかしたいな、バイバーイ。あれ終わんない？これ終わらないね、もうちょいかな、おやすみ。おやすみ。